あなたのファンディング希望額は200万円です。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせる。ではまずお名前をどうぞ。私、若杉隆二と申します。滋賀県から参りました29歳です。よろしくお願いいたします。はい、次にあなたが希望する投資形態は。融資を希望してます。あなたのファンディング希望額は200万円です。あなたが思い描く未来の姿は。外国の方など住宅ローンが通らなくてもマイホームが取得できる社会を作りたいです。ではオールアナセン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチアファンド。はい、それではあなたのご経歴と今回のビジネスプランを簡単にご説明ください。はい、まず私の経歴を簡単に紹介させていただきます。私は中学校卒業後、まあ、高校には進学せずにフリーターをしておりまして、まあ、その間に沖縄行ったりとかしてました。その後、まあ、高校卒業認定試験を受けまして、そこから大学に進学して、メーカーの営業職として現在働いております。メーカーの営業マンをする傍ら不動産投資をしておりました。空き家を購入して貸し出すという不動産投資をしております。その経験から事業プランを思いつきまして、今回応募させていただきました。では事業プランの方の説明させていただきます。私が考える事業プランは家賃でマイホームというものです。どういうものかと言いますと、家賃を通常よりも高くする代わりに一定期間、まあ、10年15年であったり住んでいただければ、譲渡するというようなプランを考えております。それを、その事業をやるための資金として200万円を、融資していただきたく、今回お伺いさせていただきました。はい、それは、外国人向けのリースっていうことなんですか。まあ、リースに近いような仕組みを考えてます。一応普通に賃貸借契約は結ぶんですけども、将来的に譲渡を前提とした賃貸借契約というのを考えてます。その10年から15年住むっていうのは、もうその間引っ越しはできないってことなんですね。引っ越しすることはできるんですけども、ちょっと家賃が通常よりも高くなってしまってて、引っ越した場合はその分高く払った分が返ってこないということがリスクに、お客さんにとってのリスクになってくると思います。ですので契約する時点は購入すると同じ気持ちで購入していただくということが前提になります。ただお客さんの方でやっぱり辞めるっていうのは可能です。やっぱり辞めることも可能。可能です。その代わりちょっと家賃が相場5万円のところを例えば8万円払ってしまっているので、その相場より高い分が返ってこなくなってしまうので、お客さんがちょっと損してしまう可能性はあると思います。転貸はできるんですか。転貸は基本的にはなしかなというふうには思ってます。まあ、そういうニーズがあるんであれば応相談であったりとか、複数人で居住するという可能性もありますので、まあ、それはその都度で運営者側にリスクがないのであれば基本的に認める方向ではあります。15年ですか、引き継ぐイメージとしては。イメージとしては10年から15年。それはケースバイケースで、早く返したい、またはもっと遅らせてほしいというお客さんもいると思うんですけども、まあ、最大15年以内ぐらいが望ましいかなと思ってます。なんで転貸を聞いたかっていうと、8年住んであと2年住んでたら自分のものになるのに、その時にいろんな事情で引っ越さないといけないと。その場合家賃を払い続けるから、でもその分誰かを済ませるから残り2年で自分のものになるんだったらっていうニーズはあるような気がするんですよね。おっしゃる、そこはもう OK しよう、うん、そういう理由だったら OK する予定です。なるほど、はい、わかりました。ちなみにそれって、購入者側というか、そういう賃貸借契約を結んだ外国人の方は最終的に損をするんですか、得をするんですか。得をすると思ってます。今まで外国の方に限らないんですけども、住宅ローンを通らない方というのは、一生家をマイホームを持つチャンスというのが現状ない状況で、家賃を払うということしか選択肢がない状況なんですけども、私のようなプランをやることで家を持つということができるので得になると思ってます。ちょっと不勉強で申し訳ないんですけども、外国人の方が住宅ローンが通らない理由を教えてほしいんですけども。はい、
まずはその全ての銀行ではないんですけども、まあ、在留資格だけじゃなくて日本国籍があったりしないと貸さないという銀行が金融機関がまず多いということと、あともう一つは職業的な問題で、あの工場勤務の派遣社員であったり非正規労働であったり雇用形態が安定していない方が多いです。そういうことから、住宅ローンが通りにくい傾向があります。あとはもう一つの理由としましては、まあ、外国の方に限らないですけど、やっぱり貯金している日本人に比べると、まあ、給料もらったら全部使ってしまう傾向がございますので、自己資金が少ないということも挙げられるかなと思います。ちょっとこのレントロール完全に見切れてないんですけれども、はい、今ご自分でワンルームをメインとして投資をされていると思うんですけども、はい、ご自身の総合の利回りはいくらなんですか？だいたい平均として 18% ぐらいです。 18% 高いですね。僕だいたい戸建てですね。あ、全部戸建てなんですね。戸建てです。はで、一応自分の持ってる物件から始めてその事業をやろうっていうことなんですか？この中の2物件に関してはすでにこの仕組みを適用させてます。で、今私はどちらかというとプレイヤーとしてやってるんですけども、まあ、そういった仕組みをさらに普及させていく方向で考えてます。つまり他の人がオーナーの物件もこの仕組みの中に取り込んでいって、まあ言うなればオヨライフみたいな感じで、要は一つのこうネットだったりとかにまあ載せて、ここから要は自分で、まあ、要は最終的にはオーナーになれますよっていう、まあ、プランを売り出していくっていうことなんですか？おっしゃる通りです。まあ、オヨライフさん今うまくはいってないんですけども、そういった形でこの会社でだったら賃貸でも家が持てるというのを周知して、まあ、全国展開を目指したいなと思ってます。最終的にそれを目指すためにやりたいなと思ってます。まあ、そのオヨライフがうまくいっていないのって、やっぱりその同じ物件の中でもオヨが所有している物件とそれ以外の物件で家賃差っていうのが明確に、例えば5万円の物件、さっき言ったように8万円で借りなきゃいけないっていうことになるじゃないですか。まあ、家具付きだったとしてもですよね。で、それがやっぱりそれがもう表沙汰に出てしまって、オヨはオヨぼったくってるっていうような印象がやっぱり最近ツイッターとかでも出てると思うんですね、不動産アカウントの中では。なんでそういった部分っていうのはどうやって解消しようと思うんですか？解消しようと思っていないです。なんでかと言いますと、将来的に自分のものになりますので、例えば家賃5万円は5万円ずっと払い続けてても、オーナーさんに5万円いってるだけで、入居者さんにとって1円も資産にならないんですけども、仮に8万円払ってたら、まあ、10年後家が入るので、まあ、そう考えると全然、お客さんにとっても損じゃないケースが多いかなというふうに思ってます。ちなみにその家賃5万のところを先ほど言った8万で貸したときに、それって金利よりは高いと思うんですけど、それはどうなんですか？固定資産税であったりとかそういったものとかが持たなきゃいけないのと、あとはその弊社とか投資家の方にも持っていただくこともありますので、そういった利潤分がどうしても発生してきますので、それを踏まえた価格設定にする必要があるかなと思ってます。それを踏まえたとしても現状として他に選択肢があるのであれば、自分で住宅ローンを買えばいいやっていう方は多分成立しない話なんですけども、住宅ローンを借りるという選択肢がない方にとってはそういうチャンスというふうに感じる方も多いかなというふうに思ってます。まあ、自分も不動産投資やってるんで、投資家目線で見ると、まあ、要は若杉さんこれ儲かるよねって思うんですよね。はい。まあ、なんでかっていうと、やっぱりその買ってる物件見ると、おそらく耐用年数がもうギリギリかもう超えているような木造の一戸建てが多いんじゃないかなと思うんですけども、はい、おそらくもうそれっていうことは上物の価値はほぼゼロに近いので、もうほぼ土地値で仕入れてるか、それか、まあ、路線価より下回って仕入れないと多分利回り 18% って難しいと思うんですね。あ、おっしゃる通りです。なので、まあ、これ若杉さん儲かるやんって思うんですけど、それ間違ってないですよね？あ、そこはまあ当然間違ってないです。だからExitの方法として、まあ、そこに外国人の方の要は住宅が手に入れられない方へのまあ、その何かの手助けになればって思ってるってことなんですかね？おっしゃる通りです。まあ、投資家の方もメリットがありますし、やはりまあ、お客さんにも当然メリットは必要なんですけども、投資家の方にがメリットがないと当然物件が集まりませんので、投資する方としても、あ、これはいいよねと思ってもらえるプランにしたいなと思ってます。不動産投資から着想した新時代のビジネスプラン、住宅ローンなしに外国人でも住宅を買える環境を作るべく、男は虎へと食らいつく。
果たして。これ外国人を見つけるのは簡単なんですか？そんなに難しくないかなというふうには思ってます。あの割と借りたいって人は結構いるかなというふうには思ってます。どちらかというと、投資家の方を見つけたりとか物件を取得する方が難しいかなというふうに思ってます。私はそう住みたいと思う人が多いと思う。株式会社クリーム本舗代表吉野茂、スイーツ専門店クリーム本舗コハジェラなど10店舗を経営、飲食店サポートから重機備品の卸コンサルティング事業まで拡大を続け、目指すはフランチャイズ全国展開。スイーツ界のホープが口にするのは甘い言葉か、はたまたビターな言葉で攻めるのか。そう住みたいと思う人が多いと思う理由って何ですか？今そういう仕組みがあまりないので、本当は家を探している層にも本当はマイホームを欲しいって人が結構、私直接対面で部屋案内することもあるんですけども、あの潜在的にそういうふうに考えておられる方多いっていうのはすごく感じております。実際そういうサービスがあってそれをまあモデルにしたとか。あ、おっしゃる通りです。ミノルという会社が、あの東北の方の会社があるんですけども、あのプレゼン資料の何ページ目かちょっと分かんない、書かせていただいたんですけども、上等型、すいません、あのこちらの会社のお話とか聞かせていただいてますと、あの投資したい人がなかなか集まらないけど住みたい人がいっぱい、その希望者がたくさん多いっていう話をまず聞いている、その会社さんからもちょっと聞いて、そういう情報が入ってきているというのと、まあ、私は投資側としてこの会社さんの説明会に参加したことがあるんですけども、ちょっと投資家目線としてはちょっとあんまり良くないなと思ったんで投資はしなかったんですけども、あの実際住みたい人は実際本当にたくさんいるんだろうなっていうのはちょっと感じたということと、私自身が実際今2件そういったことをしてるんですけども、やっぱ自分自身肌で感じたことが多かったです。わかりました。大体何人の方が多いんですか？歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー桑田流星、年商10億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト 2.0 時代を牽引、アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？まあ、特に何人とは考えてはいないんですけども。あ、今その2件回してる中で住まれてる方ってどこの出身の方とかなんですか？バングラデシュの方と、どこだっけな、スリランカの方ですね。ただ両方とも奥さんが日本人だったりとかすることが多いので日本語でやり取りしてます。あ、奥さんが日本人でも借りづらい人多いんですか？奥さんが専業主婦だったりするんですよ。あ、そうすると旦那さんの収入だけでやらなきゃいけないので、あの厳しい状況になります。あ、今後だからその何人とかではなく、例えばアメリカとか中南米とか逆にヨーロッパの人とかっていうよりかはアジアの人がなんとなくターゲットって見えるんですけど、まあターゲットとして考えてるのは日本に定住してる方じゃないとメリットがないのと、あとリスクが高いのでやろうと思ってはいなくて、あの日本で定住長く働いてる方、工場とかで働いている方となると、あのいわゆるその日本よりも経済的に状況が良くない国の方が多いかなというふうに思っているので、そういうターゲットになってます。当然アメリカの方でもそういう希望者がいれば全然あの喜んでやります。ここでその割高の家賃っていうのは、はい、例えばじゃあ家賃普通だったら10万円がフェアプライスかなっていう物件があるとするじゃないですか。これをいくらぐらいで貸すっていう感じなんですか？まあ、ケースバイケースなんですけど、固定資産税とかもあるんですけども、まあ、大体、まあ、15% か 20% ぐらいは乗っけようかなと思ってます。ああ、でも割高って言ってもそれぐらいなんですね。それぐらい考えてます。なんか実際のこう賃貸探すときに、まあ、20% ぐらいだったら結構ね、上下ブレ幅あるじゃないですか。それのマックス値ぐらいっていう感じ。いや、マックス値からの 20% ぐらいかなと思ってますね。マックス値からの 20%。なるほど、はい、かなというふうに思ってます。じゃあこう8万円から12万円で出てるような物件に対して14万円ぐらいで貸すみたいなイメージ。まあそれぐらいのイメージですね、うん、そのまあケースバイケースになってくるんですけども、あとはその土地がすごく広かったりすると、あの当然その分物件価格が高かったりもするので、はい、ちょっとさらに高くなったり、土地がすごく狭い物件だったりすると、まあ、ランニングコストも低いのでその分ちょっと安くなったりはします。
あとはそのお客さんが借りてもらえなかったら意味がないので、そのいくら乗せるっていうわけではなくて、そこはそのマーケットプライスといいますか、この値段が成立するプライスが、それが成立する値段がその値段だと思ってます。そこはじゃあ通常の不動産と同じ扱いで、まあ、需要がなければ下げていくしみたいな、ね、おっしゃる通りです。だから必ずしもこの値段で絶対っていうわけではなくて、あのまあ、利益があるんですけども、まあ、この案件はうまくいかなかったけど、この案件うまくいったっていうのは当然出てくる可能性はあると思ってます。わかりました。襲い来る虎の牙を受け止め、冷静かつ的確に言葉を返す志願者、この男ただ者ではない。次回ビジネスプランの全貌が明かされると虎がうなる。この希望の出資形態、今伺った形なんですけど、僕はこの形態は